はい、不足家塾の久保です。4月16日朝5時44分の相場解説になりますけども、昨日おとといに引き続いてヘッド&ショルダーのね形ができているのと、あとは1時間軸では黄色くゾーンを引きましたよね。そしてそのゾーンを割って下の方に移行しましたんで、跳ね返って円を描いてさらに下の方に向かうよってことで、セルをずっと攻めていきました。その辺についての今日は解説をしていきたいと思います。まあ予測通りになっております。はい、では画面を切り替えていきますね。はい、まずはデイリーからです。デイリーは引き続きなんですけども、高値圏に入ると今度は売りのポテンシャルが増えてきますから、だいたいダブルトップとかね、こういう風な3ゾーンとか出やすいんですよ。で、今3ゾーンの方がネックラインにかかりましたんで、一旦上に上がってそのまま下に落ちるというパターンも考えられます。これはね、大きな下落になるヘッド&ショルダーですね。それともう一個のパターンなんですけども、ネックラインを割ってそのままストーンと落ちていくやつですよね。これも大いにあります。ヘッド&ショルダーを待たずしてもこのブレイクラインを超えて下に大きく触れていくと、105円とか104円の方向に行くんじゃないかなというところですよね。で、次の時間軸4時間見てみます。4時間はね、綺麗に山になってますよ。だから上昇した分だけもう落ちていくってことですよね。一直線に変えて差し支えないでしょ。で、戻りがありましたよね。戻りでここで入ってさらに大きなセルで利幅を取った人もいるんじゃないかなと思います。移動平均線見てください。もう完全にここで入れ替わったわけですよね。移動平均線の3本のアリゲーターラインがぐーっと広がったのが収束して、立場を入れ替えてここからは下の方に流れていったわけですね。移動平均線いいですかね。では1時間です。ここではゾーンを使います。ずっと前からお話したようにゾーンというのがここにありますよと、ここを突き破ったらセルの方に一気に進みますよというのがここです。で、上昇して跳ね返って、跳ね返ったのはどこかっていうと、一つ目がここのゾーンですよね。で、二つ目に跳ね返ったところ、ここを力点としてですね、ゾーンを横に引いていきます。これが昨日のことです。で、このゾーンを超えたらさらにレジサポ転換ですよってことで、このゾーンというのは今度は上に行きにくくなるためのブロックになるわけですよね。ということで下落が始まったかなってところでございます。私がセルで取るよって言い始めたのは、まあここら辺からだったと思いますけども、ここ終わったらセルですよっていうところから随分来ましたよね。今108円の724ですけども、109円の035あたりからのピップスの移動ですから、十分1円の利幅取れてると思いますよ。大きな利益になったんじゃないですかね。私はだからセルでしかもう行ってないですよね。セルを意識するっていうところから、セルの方で取っていくんだよっていう形で3ゾーンを意識していただいて、そして今回はゾーンを2つ引いて、まあ離脱っていうことですね。離脱っていうのはこの2つのゾーンを超えて、ここに今チャートが来てるってことです。ローソク足がね、離脱完成でしょ。はい、ということでね、引き続き今日もセルの方向で取っていこうかと思いますけども、十分ここまででね1円ぐらい取れてますんで、ピップスがこの距離はまあ取るべくして取れたわけですけども、ちょっとここで冷静になって待ちましょう。一旦ね下の方に下がるのを確認してから、ちょっと遅れて入るようにしましょう。これがだからロスを最小限に抑える秘訣です。ずっとセルの方で調子が良かったと思いますけども、だからといってセルをね継続する、それもねありなんですよ、強気に。ただ私の場合はここで連続して勝ったからこそ、勝って兜の尾を締めて、もう一回ちょっとね慎重になって、場を見てみようかなってことです。で、問題なければ別にいつ入ってもいいわけですから、その時はロットをちょっと大きめにすればね、この入らなかった空転時間も十分取り戻せますから、そのぐらいの慎重さがあってもいいと思いますよ。ということで今日もセルの準備をするために全てのポジションを外して、ちょっと 2,3 時間ね、まあ 4,5 時間ですか、今日1日でもいいです。様子を見て、で、しっかりとセルの方向に形作られていったら、それは改めてセル入ればいいと思いますし、一旦上がったにしてもね、ヘッド&ショルダーですから最後のショルダーができますから、戻り売りを狙って上がりきったところでセルの方に向かうというところでいいんじゃないかなと思います。そしてどこを持って上がりきったとするかというと、一つ目のポイントは 38.2 ですよね。これお分かりですよね。で、二つ目のポイントは60何でした。はい、この辺エリオット波動で学んでればスッと出ると思います。以上ですね。本日は以上です。ありがとうございました。